Fujioka Fujimaki。 紅白の本番で歌う前に新入りは楽屋挨拶するんだけど、はい、名前と忘れてサソリ座の女歌った人だよ、三河健一の楽屋に挨拶行く時の方が緊張した。怒れるかもしれないからね。何あんたで三河健一のスタッフがなんで出るのよ。すごく仲のいいおばさんと仲良くて俺で、私から美香さんにね、よく 言っとくから藤巻よろしくって言っとくから絶対挨拶行きなさいよって言われて、ほとんどの人は大部屋なんですよ。だけど、個室って言ってもね、本当にシャワールームぐらいの個室なんですよ。それがいくつかあって、それ和田アキ子だとか美香健一とか、はい、大物が、でそこにコンコンつって、あの藤巻と申しますけどみたいな、うん、聞いてるわよみたいな言われて、そうすごいいいじゃん。それがのぞみちゃんとじゃなくて一人で、俺一人で行ったの、そのおばさん経由、そうおばさんが俺のことだ、普通のぞみちゃんいなかったらただのね。最後の方でみんながこうやってやってる後ろでここにも差し出してすごく嬉しそうにこうやってさ、もうのぞみちゃんは8時だか9時で帰んなきゃいけなくて、いなかったのね、うん、で俺だけ残れって言われて、元妻がね、俺が紅白出ることになったって11月ぐらいだったか忘れちゃったけど、妻に報告したんですよ、うん、したら、うん、とかって言って、まあええだよね、でそのええって驚きのええじゃなくて何っていうええなのね、ざえってことさ、聞いてねえぞバカ、聞いてねえぞと、俺は私はもう福山雅治のカウントダウンライブのチケットもう取っちゃったと。じゃあ誰が子供見てるんだと。なるほど、そうよね、勝手なことすんなと、勝手なことすんなと、12月31日は家にいて子供見るはず、見ろと、それをキャンセルできないのかって言われた。でどっちがって話だよな。そう、福山はまたやるじゃない、やるけど、分かるよ、彼女にとっては、うん、そんな私はね、この大変なカウントダウンライブのチケットやっとこさ取ったのに、うん、旦那がね、はぁ紅白だふざけるなと、たまたまとはいえね、アニメの映画の主題歌だったから家に紅白出たなんて、ふざけんなふざけんなと、どっちがキャンセルしろって言われて、ね、俺キャンセルできるのかなと思って、ジムの水戸城さんに聞いたのよ。聞いたんだよ、これ紅白ってキャンセルできるんですかって、いや無理じゃねえ。言われてさ、それはだから俺の気楽だったよね、俺はキャンセルしてもいいじゃん、大丈夫じゃない、うん、横で揺れてるギターのおっさんがいないだけだから、うん、なんなら誰かおっさん連れてきてやらせてもいいぐらい。俺歌ってっからな、そうなの、その分カラオケになっちゃうからね。でもみんな笑うんだけど、拒否権ないからさ。